さっきから僕のことジロジロ見てるけど、もしかして僕が好きなの？困るな。え、イオリってまさか水瀬イオリさんのこと？竜宮小町の。あの人を知ってる人に会うなんて偶然だな。ってわけじゃないんだけどね。まあ別にそれでもいいよ。ねえお兄さん、
お兄さんはいおりさんの何なの？呼び捨てで呼んでるってことは身内の人？ちょっと誰が誰の身内ですって？まったく、姿が見えないところだと何言われてるのか分かったもんじゃないわね。もう本当に悪いって思ってるのかしらね。ところでこのおでこ全開少年は誰なの？あ、もしかして私のファンの方かしら。でもより今プライベートだからごめんなさい。本物のよりさん、初めてこんな近くで見たよ。大したことないね。物騒だな。それじゃあごめんなさい。それと僕の名前御手洗翔太だよ。僕さ、社長からずっと前に竜宮小町のこと聞かされてたんだよね。最大のライバルになるかもって。だから気にしてたんだよ。うちの社長、竜宮小町潰しのために裏から手を回そうとさえしたからね。どうとか言ってたけど、もしかしてそれ黒いプロの黒い社長のことじゃないの？ちょっとおしゃべりしすぎたかな。僕帰る。また近いうちに会おうね。キー！思わせぶりばかり言って。あいつ何者か知らないけど、もし今度会ったら絶対許さないわ。私たちいいライバルとして競争して最後までずっと一緒に行こうって約束してたのに、私が先にアイドルアカデミー大賞のノミネートから外れちゃったから弥生に謝ろうと思って。平気よ。それであんたに聞きたいんだけど、弥生って昨日のうちに私たちのこと知ってたの？そう。それじゃああの誘いはやっぱり私を慰めようとして。それが弥生は電話でいきなりパーティーしようって言い出して、しかも妙に明るい調子でね。明るい子だけど、昨日はなんていうか空元気って感じで変だったのよ。別にあんたにお礼を言われる筋合いはないわ。そういうのやめてよね。頼むわよ。